初めてライブを行った目黒鹿鳴館というライブハウスに来ています。ここはね、東京でもメタルのライブハウスとしてすごい有名です。指導ライブが2015年にここで行われました。何バンドか出てたうちの一つに、ペートギアが出ていました。でも全然音源とかも上げてなかった。なんか叩いてるかどうかがたまたま見たくて、共通のフォロワーがいて、なんかたまたま見たんですよ。そう、何の曲だったか私も覚えてないんですけど、多分何かの曲っていうか練習を上げてたとかですかね。スタジオの音源だったかな。多分ちょうどその時世紀末が30周年で、何回かね、30周年の実際に 3本ぐらい行ったのかな。そういうツイートもしてるのを多分見ていただいて、世紀末好きだなって一度見に来るって誘っていただいた時があったんですけど、その時も行けなかったんですね。いきなりリハーサルから会いました。そうそうでした。めちゃめちゃ緊張する。渋谷の高所で。そうですね。結構かどうかですよね。合わせる。そうだ、ね。確か。あ、でもその時にはもうライブをやる前提に。そうそう、言ってたのか。なんかもう、抜けちゃうメンバーさんがいるからってことで、この日にライブがあるためのリハーサルって感じだったんで、多分、6曲とか。最初はサポートメンバーとして。そうですね、いわゆるゲストメンバー結構もうすぐライブだっていう感じのリハーサルに6月に入った感じですよね。確かに緊張してたね。緊張してます2人緊張してたね。確かにその汗だくでもう私ツーバスとかもめちゃめちゃ久しぶりだったんですよね。前のバンドが結構ポップスっぽいおとなしい感じのピアノとサックスとベースとドラムのバンドだったんですけど、ね、結構音量を抑えてみたいな、おとなしい系しかしばらくやってなかったんで、メタルが大学の時にちょっとかじったかな、でも早いのはそんな叩いたことないぞみたいな状態で、ね、体調に撮っていただいたんですけど、聞いてみたらめちゃめちゃ速いテンポのツイバスがいっぱいあって、やばいこれはって。でもその時にやってたのがスカルフィーの前だったね。ああ、そうでしたね。あれはでも最初の方はあんなに叩けなかったから、もうちょっとバスの音数減らしたりとかしてやらせてもらってます。一生懸命踏んではいたけど音量がめっちゃちっちゃかったしてますよね。今ね、もう何があっても爆音でみたいな感じ。そうだから最初は焦りましたよ。曲もらってリハまで毎日ツーバス踏んで汗だけで帰って、であとダイエットもする。MV 撮るし、ライブやるしっていう状態だったんですけど、 MV って結構今より10キロぐらい10キロぐらい太って、でもう大変だって押せるやつって、なんとか6キロぐらい落としたところで、スカーズ・イン・マイ・ライブのね MV の撮影したんですけど、今より多分もうちょっと太ってたかな。すごい違う人に見えるって言われる言われます。皆さんも見てみてください、スカーズ。ペートギアの初めてのワンマンライブも5、6名間でやってるんですけども、その時にはるかさんがバリバリ叩いてて、そうでしたね。DVD に
なってるワンマンが、オズリベリオンのところですね。オズリベの曲のアルバムの完全再現とか、うん、曲順通りになっていたりでしたね。 DVD も撮るっていうし、メタルも難しいし、ね、結構緊張してたんですけど、ね、すごい楽しかったですね。じゃあゆりちゃんと出会った時の話についてなんですけど、まあこれもネットで知り合ったよね。そうですね。最初2月か3月ぐらいに連絡をいただいたんですよ、某 SNS で。その後だから呼んだ感が起きちゃってお誘いいただいて、4月29とかクレッシェンドのライブに見に来ていただけませんかっていうのが、そうそうそう、最初の出会いでした。クレッシェンドの楽屋で会ったのが最初だよね。そうです。その時でも私まだメタルのだからちょこちょこだからそういう界隈に足をちょっと入れ始めたぐらいだったので、まだクレッシェンドとか全然ご縁なくて、その時ぐらいか。その後またなんだかんだお話し進んで、で、くずりごの透明ハンツアーと仙台に参加させていただいた初ライブ。初がどっちっていうのは、渋谷ライブハウスは渋谷のサイクロンだったんですけど、その前にディスクユニオンでインスタイベントやらせてもらっていて、ああそうだね、初めてやった曲がルナティックフェイスだった。割とガンガンピアノが活躍する曲。その時はピアノの系のユニットもやってたんですけど、また全然バンドにピアノ入れると全然違ったんで、ド緊張してました。でその時のサイクロンに、サイクロンにいたというか、ナナさんの、ナナさんの主催って言ったらあれだけど、ナナさんにメールもらって誘われたのに、確かに。会場2つ使って、そう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 、なんかフェスティバル的な。ちょっとご挨拶したのが2回目の対話の時かも、そうかもしれない。12月な、あれその次の年、その年だっけ。いや、その次の年だった気がします。じゃ結構開くね。そう、結構開きますね。大塚ディーパーとかで確かやったのが、うん、それもメタルのイベントで対バンしてって感じですね。そうですね。その時の中落ちでちょっと話したの覚えてます。うん、うん、そう覚えてます。私もすごいあのフロアでも、もう多分ねめちゃくちゃ終わった後は汗だくで、うん、お互いに汗だくで多分話したなって。ここで確かヘッドギアでライブしたのが2017年の9月本当にそれこそヘッドギア初ワンマンの時に、そうだね、その時弾いてたのはゆりちゃんね。はい、うん、名館って当時やっぱそういうビジュアル系バンドだったりとか追っかけをちょこっとしてた頃にやっぱ見に来るぐらいで、やっぱ名前は知ってたんで、いつかここでライブしたいなとか思ってたのが本当に加入してすぐ実現したのは嬉しかったです。すごい。しかもワンマンロングステージも当時はまだ初めてだったので、やっぱどうしようどうしようみたいな、夏は割とプレッシャーの一日プレッシャーの期間でした。うん、あれよあれよともう3年ぐらい経つので、本当に時間経つのあっという間です。そうだから皆さんが初めてあのそうですね、フェイドギアゲスト動画に行って参加させてもらったのが、さっきちょっとねちらっと見たら2019年の肉の日だった。肉の日というか2月9日だった、はい、あ2月9日かと思って。そうだそうだ、そう、その時はねあのヘッドレスガッテスの新
新しいのウェブウェイをね、こう出て、それでメインにこう、舞子ちゃんが担当会してて、私もハモリとか一緒にやらせてもらって、出てたなと思って、そうそうそう。初めて、ウェカの子ね、ウェブウェイが楽しんでくださった。もう、2年経過したね。ね、早いね。早い。早いです。総合的な活動歴で何年になる？そう、ナナさんが？フェードギア自体？フェードギア自体とそのナナさんの総合歴。だから2年ぐらい。ああそういうこと。フェードギア自体はもう5年半ぐらい。5年半ぐらい。だね今。考えたらはるかさんたちはもっと前から。そうだね、歴史がありますな。その後、6名間でやったすぐ後ぐらいにヨーロッパツアー行ったんだっけ。ああ、そうですね。確かに。そうですね。3月ぐらいだったっけ。そんなにスケジュール詰め詰めだったっけ。そうだったね、でもね。2月、3月ぐらいでしたね。うん。確かに。2月、本当に末ぐらいから、うん、3月の中旬、18まで18に日本に帰ってきたのが覚えてます。懐かしい。ただね、初ヨーロッパだったから、言葉の壁でした。言葉の壁もそうだしね、バンド、私も何気にテクギャータンだけじゃなくていろんなバンドやってね、来たけど海外でライブするなんて機会はないですね。話いただいた時は名店になりましたね。そうだね。それももう2年くらい前だった、ね。早い。早い。早い。その後また日本でちょっとぐらいして、そうですね。その後から次の年にまた2月ヨーロッパ行かせていただいて、その時はまあ。もう少し慣れたと思いたいですけどね。そのご時世だからなかなかまだまだライブは、うん、けどまたいつか海外の皆さんにもね、フェードギアのライブをお届けできたら嬉しいです。うん、